はい、渡辺氏です。今回はね、 XPR50 ダークマター目線解説のプレイ実況をやっていきたいと思います。はい、頑張るぞ。はい、今さっきね、ニュークタウンのチームデスマッチで解除したんですけどね、ようやくですね、これ今3月19日月曜日なんだけど、昨日3月18日日曜日にもねやったんだけどね、その時ね、カメロン迷彩死なずに、スチール3回までやっててね、あと2回スチール出せばカメレオンゴールドダイヤモンドダークモーター迷彩解除できる状態だったんだけど、死なずに4キル目で、ニュークタウンでよくやるんだけどね、で死なずに4キル目で、チンパンが裏から裏取りで結構突ってきてね、これで何度も失敗したんですよ。4回ぐらい、5回ぐらいかな、4回ぐらい多分失敗してるんじゃないですかね、昨日で。で、今日は、朝一で寝起きだったんだけど、すぐニュークタウンの、あと2回スチールね、2回ともニュークタウンでやったんだけどね、もう YouTube にプレイ実況が上がってるんだけどね、寝起きですぐ速攻やって、スチール出してね、で、今先ほど、ちょっと死なずに4キル目で何試合か、1回ぐらいかな失敗して、でちょっと苦戦してたんだけど、あれから1時間ぐらいかなで解除したんだけどね、さっきのね、同じくニュークタウンのチームデスマッチでね、これね、やっぱりね、これロングショット、これね、これワンショットワンキルね、100回、これでも結構強いんでね、一発でも結構キルできるんですよ。基本はね、これワンショットワンキルって書いてるんだけど、結構強いですよ、これね、ドラコン、このセミオートなんだけど、ドラコンはね結構2発キルだったんだけどね、でこれは結構ワンショットワンキル決まるんですよ、ボルトアクション式みたいにね、だから結構早いですよ、これ。ワンショットワンキル、勲章100回早いですよ。で、本格的に迷彩チャレンジが始まるのはここからなんでね。これ、ロングショットもそんなに難しくないんでね。広いマップがいいかもしれないですね、できたら。インフェクションとか、そんなにやらなかったんだけど、インフェクションは。今回、ニュークタウンでほとんど終わらせたのかな。で、次、アタッチメントなしもこんなに、そんなに難しくないんでね。アタッチメントなし、ちょっとこうブレるんでね、アタッチメントないんだけど、パークとかいろいろつけられるんでね、多く。で、これは逆に、サイト1個とアタッチメント5個付きで、なんで、武器が強化されてるんだけど、その反面、パークとか一切つけられないんでね、武器だけしかつけられないんでね、サイトとね。これ、XPR50 ミリ、AM 値2連続キルする ×5。これもね、そんなに難しくないですね、これね。これ連射が効くんで、至近距離の敵はね、スコープでエイムでキルしがちなんだけど、それより腰ダメ強いんで、めっちゃこれ至近距離は腰ダメがいいかもしれない。ショットガンみたいな感じで腰ダメやっていけば結構キルも決まるんでね。で、やっぱ難しいのこれですね、やっぱスナイパーライフルは。慣れてる人だったらすぐすんなり終わると思うんだけど、このチャレンジはね。で、自分はそんなにスナイパーライフルうまい方じゃないんで、ちょっと苦戦しましたね、これ。死なずに XPR5 のみで、XPR50 のみで5キルする ×5、カメロン迷彩ですね。これはね、これね、ロングショット勲章10回、アデント迷彩。これね、ワンショットワンキル勲章100回で、ポリシア迷彩ですよね、これね。これ、ロングショット勲章10回で、これ、アデント迷彩で、これはね、アタッチメントなしで50キルでバーン迷彩で、これサイト1個とアタッチメント5個付きので50キルでブリーズ迷彩ね。これね、これはバトル迷彩ですね。エイム中2連続キルするかける5でバトル迷彩で、これはね、死なずに XPR のみで5キルするスチールを5回でカメラ迷彩ですね。これほとんどもニュークタウンで終わらせてるんでね、ニュークタウンでほとんど終わりです。コンバインでもやったかな。で、これね、XPR の全迷彩アンロックするで、ゴールド迷彩ですね。かっこいいですね、これね。
で、スナイパーライフルの全ゴールドアンロックするで、ダイヤモンド迷彩です、これ。で、やっぱりこれですよ、やっぱり。全武器のダイヤモンド迷彩を入手し、ダークマターを獲得するで、ダークマター迷彩になりますね、これね。ちょっとペイントが、ペイントちょっと、これ迷彩によっては、白だったら、白にやってたんだけどね、白だったら目立たない場合があるんで、あとバトル迷彩とかね、白なんで、黒もあるんだけど、文字は黒とかで、ボディ白なんで、迷彩の。だから黒にしたりしてたんだけど、これダークマターはちょっと暗いんで、ちょっと、白の方がいいっすね、これ。白っていうかこの色ね。まあ、ペイントも AKB48 の文字入れだけなんだけど、これ三角で、ま、こうやって丸で、こうやっていろいろメニュー出して、三角でカラーピッカーね、これでセーブして、スペシャリストの三角ボタン、武器のショーケース、2種類ちょっと作ってるんで、これね、永久投手の迷彩と、で、これ一旦解除して、今、ガンスミスで作った、あのスナイパーレ、あの、ペイントでやった、スナイパーライフルのこれね、だとブックランタグ、これは武器プレステージ今1なんだけど、武器プレステージ2回せるんだけど、回さなかったんですよ、わざと。武器プレステージ2に突入、 XPR50 の武器レベルをリセット、自然アタッチメントを再びロックする代わりに武器にキルカウントを表示させ、武器レベルごとに再び XP を獲得できる。武器プレステージに突入ということでなんだけどね。回していくんだけどね。少しあの、プレ実況動画撮ってからですね、これ。これね、あの、今回イエローは全然使わなかったですね。サーマルも一応少し使って、サーマルでもね、スチール2回ぐらいやってるのかな。リーコンでもやったかな。もうほとんどバリック3で終わらせてますね、これ。倍率高いやつで。で、今回ね、この FMJ と拡張マガジン組み合わせてやって、一応2種類作ったんですけどね、これね。永久投資迷彩組み合わせてるんだけど、これサーマル。で、アタッチメントは FMJ 拡張マガジン一緒でね。で、これね、トリップ前。最近あの、チンパンが多いんでね、裏取りしてくるやつが多いんで。トリップ前仕掛けて。で、パークは第6巻、ハードワイヤー、ブラストプレスター、デッドサイレンスね。ワイルドカード、パーク3グリード。パーク3グリードね。で、これ、これもね、一緒でね。同じやつなんで、パークも。バリック3、いいっすよ、これ。望遠サイト、エイム中に、R3 でズーム倍率を切り替えっていうことでね。レティクルはこのレティクルにしましたね。これ、ホライゾンっていうレティクルね。FMJ 拡張マガジンやったんだけど、FMJ は絶対やれた方がいいと思いますね。あの、ニュークタウンでよくやるんだけど、建物内で、真向かいの敵さんがあの、壁越しに隠れてる場合はね、あの、これ、壁貫通できるんで、壁抜きできたりするんでね、壁抜きで、死なずに4キル目でね、あの、一つ前の動画だったと思うけど、死なずに、あの、スチール4回目やった時に、死なずに4キル目で、で、死なずに5キル目、スチール取った時に、これ、FMJ の貫通力利用して、あの、真向かいの室内の敵さん、壁越しの敵さん、壁抜きして、スチール取ったやつがあるんだけどね。これ、ほんと強いっすよ、これ。拡張マガジンも必須ですね。サプレッサーも使って、今回やったんだけどね、サプレッサーで、スチールとかも、ファストマグも使って、ラピッドファイアも使って、ストックは全然使わなかったですね。これ使うとちょっと俺はやりにくいんで。これでも、使っていくんだよ、またあの、だほんとさっきも話したように XPR50。もう、これ追加されたんで、もう約、もう半年ぶりに BO3 やったんだけどね。もう最近ワールド2メインでやってるんで、XPR50 追加されたんで、もう半年ぶりにやってるんだけどね。で、もうやらないんだけど、次の新武器が来てくるまでね。次の新武器は来るか分からないんだけど、次あのアサルトライフルのあのスカーちょっと期待したいっすね。スカーとあの、
アサルトライフルのスカーと、サブマシンガンのスコーピオンエボとかね、追加してくれたら嬉しいんだけど、ほとんどBO2 の武器結構多いっすよ、これ。サブマシンガンね、まず、これ XMC もでしょ？で、アサルトライフルが、M8A7 もじゃなかったかな、これ BO2 じゃなかったかな。で、この、ピースキーパーマーク2もでしょ？で、これ KVK99 もでしょ？これ、ガバカン。あとは、スナイパーライフルは、これね、DBSR50 と、で、今回の XPR50。これ BO3 なんですよ。あ、BO2 の武器なんですよ、これ。だから、アサルトライフルのスカート、SMG のサブマシンガンのスコーピオンエボとかね、追加してほしいですね。無類の3種とか残ってるんで、これ、無類の3種。これ遠距離武器2種類1回で出るんでね。で、近接武器1個。で、これ遠距離武器はいる1個。5種類追加されても、これ遠距離武器獲得できるんでね、これ。ちょっと多く出てほしいですね。こう使ってまたやっていくんでね。ダークマター迷彩解除したんで、このダークマター迷彩つけての XPR50 でのプレイ実況度を上げていくんでね。こう来てください。はい。以上にしたいと思います。はい。今回はね、XPR50 ダークマター迷彩解説のプレイ実況をやってきました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いいたします。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。